なんかさ、早瀬そうちゃんがコラボで人生ゲームやってて、なんか男同士の恋愛イベントみたいなの起こしてましたよね。起こしてた情報をね見て、ただその配信を見れたわけじゃないんだけど、あの風の噂で聞いて、なんかそんなことできんならやるしかねえじゃんと思って、年末にそうやってたらしく、あ、まあだから人生ゲームソロでやろっかなって思ってます。男同士で子供できるの？めちゃめちゃ多様性に理解あるゲームじゃん。男同士でできんの？やるしかない。同性婚もメガバースもあり。なんて素晴らしいゲームなんだ。ヤオヤナ否定派だったのでは？ヤオヤナとは関係ないです。オメガバースも男性妊娠もヤオヤナとは全く関係ないですね。どっちも。からの、まあ、行為で、に挿入でのできることなんで、はい。みんななんかコラボでやってほしいって言ってる人がいるんだけど、コラボか。まぁ、ちょっと、うん、でもまぁ、ソロでやるんじゃないかなと思いますね。まぁ、コラボ、わかんないですけど、はい。なんで、まあ、コラボもまあちょっといろいろ検討します。はい、ちょっと今コラボについていろいろちょっと考えてて、ちょっとトリップしてしまってました、すみません。まあちょっと検討します。はい、検討を重ね検討を加速させておきます。はい、まあまずなんか一人で練習あたりやって、その後ねコラボっていうのもまあありですしね。はい、ちょっと練習しないと、私人生ゲームですら割とグダったらね申し訳ないんでね。はい、